これはやりたいなやりたいなんでえ特殊な行動な上に時給高いから<ー>え時給1850円って今高いっすよねあそうえでもあそこ高いねこんなんキャバとか宮,宮崎のコンビニいくらが知ってるいくら690円え六690円何したんのそれそのお金もろて <laughs> 田舎やか。え、宮崎で物価安いの。めっちゃ安いよ。ね、安いよね、宮崎。そう、なんでみんなに聞くのよ。そ,そんなおれへんよ、宮崎県人。<laughs> いやいや、知ってるかなと思って。うーん。万博。えー、興味ない。えー、このラジオがいいよ。頭おかしいだろう。じゃん。<laughs> 帰ってくれもう。だって、万博よりこっち聞きたいね。い今日、マジで多いからな。今日は多いね。ああ。ボクシングの三回戦の試合ぐらいはある。<laughs> やまたこれぐらいかな、<laughs> これぐらいおるよ、もうちょっと甘そう<の>、万博はな何をするの、俺も知らないんだけど、おそらくやけど、アトラクションとかあるの書いてる業務内容は、<laughs> 来場者の案内や誘導のほか、入退場ゲートの、えー、と改札業務や迷子の案内などじ、じゃなくて、何をするの万博っていうのは、万博っていうのは基本的にはやけど、昔、大阪万博があったときは、例えば、全自動で体を洗うシャワーとか、なんか、世界の最先端みたいなのが集うのや。 万博<ー>世界万博って言葉があるやんかん世界万博それが大阪の関西で行われるとそう,あそうなんだで<ー>何十年も前にそんな全身洗える機会があったということは今の技術は多分エグいからちょっとウケるとかあると思うよ、うん、なるほどねそうやったら行っ,ってみたいねこれ楽しいですよ多分<ー>まあでも入られへんかな入れるないか分かんないけどねん、うん、なんかヒアリが出たって言ってたねアリがなんてアリヒアリっていうアリ ヒヤリ出たアリがいっぱい出たっていう話だけど気付けのならダメえ万博のとこからいや、全然違うところからどこからよ <laughs> なんお前万博嫌いすぎてさもうヒヤリの話してるやんヒヤリじゃなくて違うところから出たっていうヒヤリとセヤカゴケグモはな死ぬ可能性が高いですからね気付つけてほしいですね、うん